はい、どうも、こんにちは、コミです。さて、本日はですね、つむぎ組さんから、動画見ていきたいというふうに思います。で、今回はですね、ダンボール12と、なってくるんですけども、ですね、見ていきたいのが、中華式ですね。やっぱり、ダンボール14とか13っていうのは、中華式すごい強いということで、まあ、いろんな動画が紹介されてるんですけども、12ってやっぱ若干、まあ、少ないのかなっていう、まあ、そのコンテンツがですね、思うので、まあ、今日はダンボール12の中華式に特化しながら、1個ですね、14も交えていきながら、どういうふうに違うのかというところも考察しつつやっていきたいというふうに思います。で、私のチャンネルなんですけども、こういうですね、クラン対戦系の解説動画やっております。皆さんのですね、対戦の中でうまく全開取れないなとかいう悩みの、まあ、ヒントになる動画、上げていけばというふうに思ってますので、ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いできたらというふうに思います。ではですね、早速見ていきたいというふうに思うんですけども、ですね、こちらの対戦から見ていきたいのですが、まずはどうしようかな。とりあえずは、タウンホール、12のものからやっぱり見ていきましょうかね。上から順番に行こうかなというふうに思いますが、こちらですかね。はい。陽キャペンギンさんのアタックですね、見ていきましょう。で、このね、中華式をやるときに、タウンホール12でちょっと面白いなと思ってるのが、このまま、つむぎ組さん主に、やっているのを見てると、ライトニング使うケースが結構あるなって思うんですね、こんな風に。序盤に、ライトニングでこう、潰しを入れるわけですよ、最初のところ。で、その後そこの、潰しを入れたところの延長線上からこう、食い火を出すんですね。で、こうすることによって、しっかりと、壁の中まで含めた、縦長のカットをする。まあ、これ、パネクなんかをするときでも結構同じようなことを、私言ってると思うんですけども、こういう縦長のカットをきっちり入れることによって、ここの方にですね、エスパービーとかが反れないようにする。そういうような意味のあるカットをしているっていう、これが結構ね、特徴的かなっていうふうに思いました。で、そこからの展開なんですけども、キング投下弊社でこちらですね、逆サイド、カットを入れていって、で、主力のペッカスパービーズは、この、アーチャークイーンがいたところと、キング投下弊社の、まあ、中間ですね、の位置から流し込んでいくと。まあ、今回タウンホールがあるので、もう序盤のところですね、しっかりこれタウンホール破壊するときの爆破ダメージのカット用にトームを使っていって、で、こうね、なんだ、トームのダメージ、トームによって爆破ダメージを回避する。まあ、つまりこれによってスパウィズが全部やられることを防ぐということですね。で、中盤以降はこれペカヒの状態になってるのがわかりますかね。こういう形になってるので、ペッカが全然やられずに、後ろにいるスパウィズを守り続けるという形になるわけですね。で、今回のこの、りょうさんのアタックを見てて思うところが、やっぱりですね、ホグライダーの使い方なんですね。今回手持ちのホグはいないんですけども、ちょっと見てみると、投下弊社、この12時側から出してるじゃないですか。この投下弊社から出てきたホグライダーが、この壁の内側をこうやっつけるんですね、こういう風に。で、ここに関してはライトニングで壊ってるじゃないですか。こうなってくると、スーパービザードとペッカが通るルートっていうのが、こういう風に、まあ、ある程度限定されるわけですよね。で、こうなってくると、あとこの今、なんだ、2本のこう線で囲ったこの部分っていうんですか。この部分っていうのは、スーパービザードのその、チェーン攻撃がまあ比較的入りやすいエリアになってくるので、壊し損ねがない、つまり横打ちされる心配があんまないという形を作ることができてるっていうのが、このつむぎ組さんのですね、このペッカスパビーズタウンホール12バージョン、を見ていく中で結構自分が感じるところですね。で、またこれがですね、タウンホール14になってくると少し変わってくるんですね。まあ、13もそうなんですけど、ロイヤルチャンピオンが出てくることによって、価格の破壊っていうのが12に比べて、ちょっと語弊が、まあ、誤解を恐れずに言えば、簡単になるわけですよね。要するに、価格を破壊するユニットっていうのが、本来その、突破兵器、あとまあ、バーバリアンキング、まあこの二つ、あとライトニングかなっていう風になってたところが、ロイヤルチャンピオンという選択肢が一個増えることによって、区画破壊のその、バリエーションっていうのが増えるんですね。なんでまあ、簡単という言い方をしたんですけど、まあ実際には難しいですよね。難しいんですけどね。簡単って言い方をしたんですけども、っていうことになってくるので、少しね、攻め方が変わってくるんですが、12においてはやっぱり、しっかり兵器を使う、呪文を使うと、いうところがですね、一つこの、アタックをする上での特徴になってくるのかなというふうに思います。もう一個、陽キャペンギンさんのアタック見ていきましょう。これもやっぱライトニング使うんですね。で、
クエイクプラスライトニングの呪文4ですね。これによって、インフェルノが折れるっていうのが、まあ一つ大きなポイントですね。で、こう折っていく。大工の小屋が、インフェルノタワーとかを、こう、ダメージ入ったのを回復することもないので、確実に折れますよね。で、折ったところから見て、延長線上の壁際、ここをクイーンでこう削ることによって、しっかりとカットを入れていく。入れていきながら、あと主力部隊っていうのを、今度こっちにはキングを出すわけですね。その間のところからこう出していくと、まあ、いう形になっていくわけですね。で、今回のスーパーウォールベイカー、おそらくここの壁を開けたいと思ったんじゃないかなと思うんですが、ちょっと、いや、少し、ずれちゃいましたね。けど、まあ、最終的にはそこの壁が壊せなくても、スーパービザードを出す位置を若干こうですね、3乗にして、この隙間の方にスーパービザードが歩くように仕向けることによって、一部逸れちゃうんですけども、中に入るスーパービザードもいて、まあまあ、大事故にはなんなかったっていう感じですね。で、アーチャークイーンクロークをここで発動しているんですが、本当はここで、ペッカにですね、ヒーラーがついてほしかったと思うんですが、今回アーチャークイーンについちゃってますね。なってくると、ちょっとね、ペッカの、体力が気になるところなんですが、そこに関してこの、後ろから来ている、すいません、来ている、ネクロマンサーですね。こいつがいい仕事していますよね。このスケルトンがペッカに対するダメージっていうのを若干こう、減らすことによって、ヒーラーがついていなくても、最終盤までこう、ペッカが生き残る形が作れる。で、ヒーラーが今ここの状態でまだ、ヒーローについてますけども、ネクロに浮気したかな後ろにいた、スーパービーザードが、まだ生き残ってるっていう環境が作れるわけですね。で、今回に関して言うと、アーチャークイーンでこっからぐーっとこう入ってきたことによって、スーパービーザードによって、あとペッカが、によって破壊するエリアっていうのが、まあ、この辺、これは邪魔だったかな。よいしょ。この部分はいらないですけども、まあ、こんな感じにしているわけですよね。あとごめんなさい。よいしょ。こんな感じにしているわけですね。こんな風に。で、このまあ短いエリアの中だったら、スーパービザードとペッカがしっかりと、こう、歩いていきながら、周辺に対して防衛施設に点を入れていくことができるということですね。で、ここに関してはキングで破壊しているので、で、こっちはクイーンということで、このルートを狭めている。このね、キングとクイーン、あとは、後ろから出てくるホグライダー、今回はそのまんま、中央突破する部隊に加わってきましたけども、まあ、この2つのユニットで、なるべく序盤から終盤にかけて、ペッカ、スパビーズの歩く、範囲っていうのを狭めていくこと、やっぱり重要になってくるということですね。まあ、使える選択肢はこの2つしかないので、まあ、そういった意味では迷わない反面、なかなかですね、その形を描くまでが多分大変なんですよね。こう、できてるアタックを見ると、ああ、それはそうだよねっていう風になるんですけど、実際にやってみると、この絵を描くのがすんごい多分難しいと思うんですが、一応ですね、覚えておいてほしいのは、ライトニングを使う、クイーヒーを使う、そこから反対側に、キング投下兵舎を出す。で、そのキング投下兵舎、アーチャークイーン、クイーヒーですね、に挟まれたところからペッカースパビルを出すというね、形で持っていくというところを覚えておいてもらえたらいいかなという風に思います。で、これですね、最後見ていきましょう。これね、最後っていうか、もう一本あります。タウンホール14があるんですけども、タウンホール12はこれ最後ですね。これね、結構特殊系ですね。いつのことゴーレムを使っちゃうって、まあ、ゴレペッカスパビズ。まあ、多分これは、なんだ、中華式とも多分呼ばないんですが、まあ、ペッカスパビズの形っていうのに慣れてくると、まあ、スーパービッタードなんで、これやっぱり、ダクエリ使って解放する必要があるじゃないですか。なんで解放した後に、なかなかね、変えがたいものがある。一回解放したとなかなかそれ、出てませんからね。3日間ぐらいは。なので、出ちゃっている時に、いや、これ中華式使えないなっていう時の、まあ、一つの選択肢としてこういう方法もあるよっていうので、これ、オポティンさんのアタックを紹介したいと思います。これね、多分中華式でど真ん中をこうね、突破していくっていうのはあまり多分効率的ではないんですよね。だから外周をぐるっと回らせたいんですけども、それをすると、まあ、ペッカスサービスちょっと、安定感ないかなって多分考えたんだと思う。ね、そこで出てきたのがこれですね。中央突破を、すげえこれ面白いですよね。ライトニングの呪文で両脇の区画をこう潰しておきながら、中央突破のウォールバスターで、さらに、序盤のこの部分のカットですね。この部分のカットを、ペッカと、あとスーパービザードでやっていくっていう感じですね。で、カットができたら残った、こちらのルート、こういうところ。ここに対して、このネクロマンサーですね。このネクロマンサーたちを歩かしていく、こいつら。大量に歩かしていって、さらにゴーレムとヒーローで前衛、盾になってもらって、ネクロとスケルトを守っていくっていう、こんな感じのアタックですね。
多分中華式と全くこれ、形が違うので、同じように使えるとは、当然思えないんですけども、スーパービザードを解放した時の、中華式ができない場合、まあ、今回みたいなこういう村ですね、中央突破ちょっとこれやりにくいなっていう回廊系の村を攻める場合っていうのは、こういうですね、形でやってもらうっていうのも一個方法としてあるのかなというところで紹介しました。ゴーレム2体出したゴーレムがなかなかやられないんですよね、これ。全然体力残っていますよね。これ3体ゴーレムいんのか。なんかこれやっぱもうスケルトンの竹取りの効果ですよね。これによって、ペッカもなんなら1体生きちゃってるし、スーパービザードもこれ生き残っているか今。一瞬チェーンが見えたっぽい気がしたんですけどね。相当なこの圧勝が、まあ、できちゃうっていうね。スーパーウィザードの使い方の一つとしてこんな風な方法っていうのもありなんだなっていうのがわかるあのアタックでしたね。まあ、ちょっとこれは派生系です。ちょっと順番がおかしかったかもしれませんが、ラストにターンホール14のアタックを見ていきましょう。まあ、これが14になってくるとどんな風に変わるのかなっていうのが、このピオジーさんのアタックで見てもらえるかなという風に思っています。ですね、これね、ペッカ4のスパビズ4ですね。まあ、若干スパビズの数が少ないかな。中華式にしては6とか5ぐらいは最低入れるような、自分印象を持ってるんですけども、ターンホール14になってくると、攻めが別に中華式が万能性はまああるんですが、そんなになんて言うんだろう。シンプルプランでやろうと思うと、刺さる村をやっぱ選ぶ必要があると思うんですよね。で、今回 POG さんが刺さるというふうに判断して選んだ理由がこれですね。宝石、これをおでひで折れるっていう、このアドバンテージを見つけて、ここから、おでひを始めることによって、ペッカスパビズを出す前にもアドバンテージ取っちゃうってことなんですよね。ここのやっぱり、形が作れるかどうかっていうのが一つ、ダウンホール14で、まあ、中華式を使うかどうかのポイントになってくるかと思います。12の場合には、インフェルノを、ライトニングクエイクで折って、で、その、壁際から食い火始めて、逆側にキング東海兵舎真ん中からスパーズペッカドーン、ドーンですね、ドーン。という形で、いっちゃえばいいっていう感じだったんですけども、まあ、14でやる場合には少し工夫が必要かなっていうことですね。こんな風な形で、序盤にやっぱりおでひアドバンテージ取る。今回のおでひパートも55秒間ぐらいおでひやってるわけですよ。結構時間そこに使っているんですけども、まあ、それにしてもね、それにしても、ま、50秒、いつか50秒ぐらいかな。45秒から50秒ぐらいやっていて、まあ、それにしても、ペッカスビルのこの、突破力ですよね。が非常に強い。しっかりとレイジンにスパビズを乗っけることによって、インビジブルスパビズみたいな感じで一気にその、ガンガン、スパビズが活躍してくれるわけなんで、そういう形を作れるかどうかというところですね。でしっかりタウンホールに突撃艦を落として、レイジを当てて、これをイエティで破壊していく。で、中心部からはアーチャークイーンがここを射抜いていきながら、さらにスーパーウィザードも加わって、延々と中心部隊が中から外を射抜いていくわけですね。で、外周にはやっぱりネクロマンサーとキングスパビズ。まあ、スパビズこれ外に流れちゃったので、まあ、厳密に言えば、この中、外からのスパビズの、アタックっていうのも期待してのプランではないと思うんですけども、まあ、たまたま外に流れたスパビズっていうのがキングを盾にしながらガンガン進んでるってことですね。やっぱポイントになってくるのは、キングに、ネクロマンサーつけてるってところですよね。ここが少し違う。今まで10日兵舎をキングに添えてたんで、ペッカーウィザードがキングとこう一緒に外周回ってくれることによって、まあ、キングの仕事量っていうのが、途中で途切れないようになってたわけなんですね。なんですけど、今度ターンホール14においては、とにかくこのターンホールの爆破した後のポイズンダメージがえぐいわけですよね。これ、食らったことある人はわかると思うんですけど、本当にえぐいんですよ。マジでターンホールレベルがマックスになるともうあっという間に、ヒーローの体力もギュ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 ーンってこう減るんで、マジで強いんですね。なので、そこを、突撃艦とか、もうターンホールを壊すようにユニットを使い捨てるような気持ちで出していっちゃうわけですね。で、そこに、突破兵器を使っているからこそ、投下兵舎が使えず、使っているユニットがネクロマンサーということになるわけですね。で、こんな形、おでひによって、この投石器を折っていって、グランドオーデンで折っていって、で、ペッカスパビズは中央部分から、出していく。で、こっちにはキングプラスのネクロマンサーですね。を出していって、外周を回していくと、まあ、こんな感じのプランですね。まあ、クイーンも、この、主力部隊に乗っけると、まあ、いう感じですね。いやー、やっぱりね、タウンホールごとに同じ戦術でもだいぶ形が違うんですけども、違い分かってもらえたでしょうかね。こんな形でやっぱりタウンホール12っていうのは、
覚を破壊するその手段っていうのが14に比べて若干乏しいんですね。しかも12のお手火っていうのはあんまり体力じゃない攻撃力的に強くはないので、あの奥深くまで削ろうと思うと時間がかかってしまって時間切れとか、まあ、いうことになりうるっていうケースを考えると、ライトニングプラス、アーチャークイーンの釘でサクッと削っておいて、でもうシンプルに、外周側、その反対側ですね、キング、トーカ、弊社で削り、真ん中からね、スパー、ウィズ、ペッカーをドンと入れていくっていう感じですね。このパターン、まあ、一つの、あの、型として覚えてもらって、使えそうな村が見つかったらやってみると結構ね、取れるんじゃないかと思うんで、すごくおすすめです。あの、ぜひね、試してみてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール12のですね、中華式中心に見ていきました。いかがでしたでしょうかね。あの、もし参考になったなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録やってもらったらすごく嬉しい励みになります。また私のチャンネル、タウンホール12、13、14と幅広く扱っておりますので、ぜひですね、これからも、クラン対戦の、そういう解説動画ですね、求めている方いらっしゃいましたら、ご視聴いただけたらすごく嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。